はい、こんにちは、かけむねです。今日はですね、マフラーがね、マフラーハンガーがへたってきて、ちょっとマフラーがね、下に下がってるから、車検がね、ちょっとギリギリアウトかな。あの、9センチないんですよ。だからこれを使ってちょっとマフラーハンガーギュッて締めちゃおうかなっていう動画です。よかったら一緒に見てください。ちょうどドンピシャですね。ここなんですよ、マフラーハンガー。あら、見えへんな。見えますかね。これがマフラーハンガーなんですけど、ドンピシャですね。ホームセンターコーナーで買ってきたんですけれども、ホームセンターコーナーで、売ってる一番でかいホースバンドです。こっちで見てもらった方が早いかな。ドンピシャじゃ あ締め付けしていきましょう。感じです。で、あとは締め付けるだけなんですけど、ちょっと待って、手が痛い。いでで、あ、見えへんなと。だいぶね、締め上げたんですけれども、困ったことにですね、ネジがどん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 上に上がってきてるんですよ。だから、もう当たっちゃって、もうこれ以上締められないみたいな。まあまあ、まあまあ、ちょっと上がったと思うんですけど。だから、これでなんとか、空気パンパンに入れたら9センチ、地上最低高9センチですね、いけると思うんですけれども。一応ですね、フランジのところですよね、ギリギリ9センチかな。このね、黒列がちょうど9センチなんですよ。あ、いけた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 。だいぶ上がったんですね。うん、いけたいけた。さっきまでね、当たってたんですよ、これが。だから、ロードクリアランス、あれ、黒列のケースが縦9センチやから12センチは3センチぐらい上がったということですね。よかったです。よかったよかった。これですね、映ってんのかな、これ。しんど、昼からずっと4時間タイヤ交換したりとか、マフラー入れ、フランジ入れたりとか、疲れました。これでいつ車検受けられる。疲れた。すいません。お腹減った。それでは答えなんですが、示させていただきたいと思います。